映像は記憶を生かし続けるための強力な手段でした。この革命はアメリカ帝国主義に苦しむ我々に感銘を与えました。同志のうち何名かは支援、学習、そして記録のためパレスチナに渡りました。ジャパニーズムーブメントはサポーティングザエスタブリッシュメントオブアパレスチナンステートアウェルインクリーズインパワーイヤーバイイヤー。20世紀初頭から今日に至るまで、シオニストの植民地化計画に対するパレスチナの人々の戦いを記録したこの20本の映像コレクションは、過去数年にわたり東京のさまざまな場所で収集保管されてきました。 So we are looking to strengthen the links between the Palestinian peopleand the Japanese people. Because we consider that the Japanese people are very near to our case, our justice case. そして次の対決が訪れるまで、我々はパレスチナの人々との連帯の証拠としてこの映画を作ることに決めました。映像、音声、リールを安全に保管するために。勝利の時まで。